皆様おはようございます。11月の26日午前8時31分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではですね、本日火曜日でございますね、朝配信を行っていきたいと思います。皆様いかがお過ごしでございましょうか。本日私、ビットマン TV は、特にね、用事がないということで、プライベート関係も、ゆっくりとしたね、日が過ごせるというところがございますので、午前配信でね、さくりと皆様に配信をいたしましてからのちょっと自由な時間を過ごしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。おそらく配信自体は、10時前ぐらいにはね配信できてるんじゃないかなって思いますから、お昼休みの一動画として、ぜひとも要チェックよろしくお願いいたしますよ。で、まずはビットマン TV のね X の方になりますけれども、先ほどかな、ビットマン TV 私がね、リポストさせてもらいましたルパさんの方から、ポストがありまして、それをね、私がリポストをしたというところ、ウィズダムツリーというところがね、1000億ドル規模の、企業かな。ウィズダムツリーが、デラウェア州で XRP の ETF 申請をね、行ったということで、これは当然ね、いいニュースがまたまた流れ込んできたなと。ソルの現物 ETF もね、今、4件の申請が入ってるのかな。4件の申請が入ってるでしょうし、あとは XRP の現物 ETF。これがだから2件目っていうことかな。申請としたら2件目なのかな。おそらく2件目。そして、あとはライトコインと、あちらね、ヘデルハッシュグラフ、H バーね、あちらの現物 ETF の申請が今、アルトコインの中では行われているということで、ちょっと2025年は、これちょっと前もね、言いましたけれども、アルトコインのね、現物 ETF の、ちょっとまあ争奪戦というかね、競争になりそうな感じもするなと。ただ、ここに関しては、もしかしたらね、今申請が出されているアルトコイン、だから特に何も問題がなければ、もしかしたら、同時にね、バババッと何通貨か同時に現物 ETF が承認というふうにね、流れが出てくる可能性もありますけれども、まあそこに対しても全てひっくるめて、来年2025年のね、大きなトピックになると思いますからね、注目をしておいてください。よろしくお願いいたします。で、あとは特にね、ご案内関係はないんですけれども、ちょっと今日はね、重要ニュース、お二つありまして、一つ目がね、こちら、BB ソルね、バイビットステークソル、というものの、まあ、ご案内というか、ちょっと、バイビットさんの方からね、BB ソルに関するちょっと案内をしてもらえませんかというふうに言われましたので、せっかくだったらね、まあ、ビットマン TV も、まあ、勉強がてら見ておこうかなというふうに思いました。皆さんとね、一緒に共有していきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そもそも、BB ソルとは何かと、バイビットステークソルは、バイビットで、はい、ソルをステーキングする際にね、受け取るリキッドステーキングトークンですと。だから、ソルをステーキングしたら代わりに、だからもらえるというものが、BB ソルというものになる。で、このトークンはバイビットのステーキングプールにおける、ステーキングしたソルを表しますと。だから、言ってしまうと、1ソルをステーキングすると、預け入れると、その代わりに 1BB ソルというものがね、まあ、もらえるということになると。で、後で、ソルとその報酬を引き換えるための、まあ、いわゆるレシートとして機能しますよということですね、BB ソルというものが。で、リキッドステーキングトークンは、ステーキングに参加をしながら、トークンの売買や取引を可能にして、柔軟性と流動性を提供をいたしますというところでございますね。だから、前というか、ドットとかもありましたよね。ポルカドットを預け入れて、代わりにドットの代わりとなるものをもらえると。だからそういったことでございます。で、ソルを預け入れて、代わりに BB ソルをもらうんだけれども、例えば BB ソルをね、売り買いがだからできるんですよ。で、売ってしまったら、当然引き換えるレシートがないので、元で預け入れたソル、これは交換することができない。ということになりますから、OK でございましょうか。で、続きでございますね。BB ソルを保有することで、どのような収益を得るのか。まあね。ソルの、いわゆる、ソルをステーキングして、代わりのソルをもらう。だからこの BB ソルであるとか、まあ、後で比較表が出てくるんですけれどもね。他、例えば、ビットゲットさんの方とかでも、ソルをステーキングして、他のリキッドステーキングトークンをもらうみたいなものが、直近でもね、発表されておりましたから、まあ、ソル界隈においてはね、今のこのリキッドステーキングトークンというものが、かなり主流というかね、預け入れるだけで稼げるという良い通貨の、まあ、代表格にはなっていますよと。で、BB ソルを保有することでどんな収益を得られるか。報酬を蓄積するリキッドステーキングトークン BB ソルは、ソラナの各エポック、まあ、いわゆるフェーズってやつですよ。2、3日間、フェーズが続くんだけれども、各エポック後に、バイビットステークプールで、得られた報酬に基づいて計算がね、されますと。で、ソルと報酬の引き換え、同僚の BB ソルをアンステークすることで、だからステーキングをやめますよと、することで、元のソル、預け入れたソルと、いわゆるソルステーキング報酬をさらにね、プラスで受け取ることができる。で、ここいい例が載
載っておりますよ。はい。例えば今年の11月14日にね、1ソルを預けて、1BB ソルね、リキッドステーキングトークの 1BB ソルをまあだからもらいましたと。で、そこに対して、いわゆる、ステーキングをすることで、8% の、利率が、まあ、かかってると。8% の APY を維持した場合ですよ。維持した場合、じゃあ今から1年後、どうなるのか、1年後どうなるのか。もともと自分が、ソルを1ソル預け入れましたよね。で、1BB ソルを代わりにもらうじゃないですか。レシートでございますよ。交換レシート。で、その1BB ソルを今から1年後、来年のだから11月14日に、元のソルとね、交換をしようかなと思って交換をしますと。ってなると、これあら不思議と。何が不思議なのか。もともと1ソル預けていたのに、1.08 ソルが、手元に返ってくるよ。これなんでかっていうと、ステーキングした 8% の報酬が、ステーキングしたソルにね、かかって、入ってくるような状況になりますから、 1BB ソルが1ソルじゃなくて 1BB ソルが 1.08 ソルに交換されますよということになりますから、まあここでも稼げますよねというところでございますね。で、 BB ソルを保有する理由と、まず1番目が簡単なね、収益化、まあ言ってしまうと BB ソルを保有するだけで預け入れた元元本のソルに、利率がかかってきますからね。後々交換した時に、多くソルが戻ってくるから、まあこれ簡単でございましょうと。で、2番目、引き出し手数料 0%、 はい、獲得した全ての利益をね保持できますと。だから交換する際に余計な手数料とかかかんないよということね。で、3番目が、CE DeFi の、凡用性でいいでございましょうか、汎用性かな。BB ソルはバイビットの8つの製品および8つのソラナ DeFi プロジェクトで利用可能で、セファイとディファイ、はい、中央集権型の、いわゆる金融場所というところかな。あとは分散型の金融場所というところでございます。この両方の機会をね、最大化をいたしますと。で、ここに、BB ソルと他のね、競合製品だから、さっき言ったようにビットゲットさんとかでも、このリキッドステーキング報酬、あ、ごめんなさい、リキッドステーキングトークンね、これが、発行されるような今状況になっております。一番左がバイビットの BB ソルですね。 APY 最大これは 22% ソルの制限はなしと。で、バイナンスさんの方でもソルがあると。 BN ソルというもの、これが、APY が 7.05% で、ビットゲットさんの方でもありますよと。これは、同じように APY が、最大 22% と、まあ、VIP ユーザーのみがね、ここが大きな APY が獲得できるのかな。で、それぞれが BB ソル、BN ソル、あとは BG ソルという形になっている。で、手数料に関しては、まあ、バイナンスのソルか BN ソルっていうものが 25% かかるような状況だから、利益を取っても引き出すのに、だから交換するときに 25% の利益に対してだと思い、普通に利益に対してだと思いますけども、 25% のね、手数料がかかっちゃうよと。で、引き出しオプション、はい、まあこれは4日即時、まあだからすぐ引き出すことができる、というところかな。まあ一応遅れたとしても4日以内には、手元にね、もともと預け入れたソルが返ってきますよというところで、競合パートナーというところで、ソラナディファイ8パートナー、6パートナー、1パートナーだから、まあ言ってしまうと、リキッドステーキングトークンのこの BB ソルが一番ね、総合パートナーか、ごめんなさい、統合パートナーか、統合パートナー数も多いし、手数料もかからないし、 APY もねかなり高いところを維持しておりますから、他の場所と比べてもね、かなりいいものにはなっておりますよという紹介でございます。で、 BB ソルの取得方法、ここに関しては止めておきましょうかね。一応バイビットの取調でもできるし、あとはバイビットの Web3 のウォレット、 Web3 ウォレットの方でも、DEX、JUPITER、SANCTUM、オルカでいいのかな、オルカ、そして RADIUM で BB ソルをスワップ、まあ、そもそもソルですからね、ソラナチェーンでございますから、そのソラナチェーンを主に採用している DEX でスワップができますと、 BB ソルをね。で、あと2つ目、はい、こちら BB ソルの活用方法ということで、ここ1番目がバイビットの取調で、まずは活用ができますと。交換した BB ソルをさっき書いてたありましたもんね、売り買いもできますしということで、ここは、バイビットの方でまずはできると、アップデート今夜されるそうでございます。ありがとうございます。はい、で、2番目が、ソラナディファイエコシステム、神ので流動性管理を自動化、オルカやレイディウムで流動性プールへの提供、そして、ソレイヤーで、の再ステーキングで追加報酬を獲得できますということで、まあ言ってしまうと BB ソルを持っているだけで、もともと預け入れたソルに対してもね、いわゆる利息がついてくる、金利がついてくるから、いいし、あとは交換した後の BB ソル自体もね、さらに、応用して、運用ができますから、まあいわゆる利息の20ドルができるっていう形でね、まあ認識はしておいていいのかなって思いますので、こちら、はい、バイビットさんのね、BB ソル、ぜひともぜひともね、今までな、まあ目にはしていたと思うんですよ、皆さんもね、このリキッドステーキングトークンって何なのっていう風に目にしていたと思うんだけれども、結構ね、こう初めてのことだとやっぱりやりづらいじゃないですか。怖いしね、何を言ってるかもしかも分かんなかったりすると思うんで、だからこういった情報をね、ゲットしておけば、まあ当然こうやってらっしゃる方たくさんいらっしゃるんで、こういったものに関していないとバイビットさんの方でもこういったリキッドステーキングトークの BB ソルなんていうものをね、発
行することはありませんから、やっていらっしゃる方はいる、そして需要があるからこそこういったものをね取り扱うっていうところもありますので、まあせっかくね暗号通貨業界に、身をね投じているんであれば、ぜひともぜひともトレードとかをねやってらっしゃる方もたくさんいると思いますけれども、特に現物をね、ソルなんかを持っている方は、ちょっと試しに少量でもいいので一回やってみるっていうのはね、ありかなって思います。やっぱりこうねこういったものさっきからずっと言ってるようにちょっと怖い部分もね、初めはあると思いますけども、慣れてくればかなりいいものだし、もうはっきり言うけど、あの貯金で貯金、うん、あの銀行で貯金とかするよりも何百倍も本当にね、いい稼ぎ場だと、運用という意味合いを込めて言うとですよ、運用という意味合いを込めて言うならば、いや何百倍、いや下手すると何千倍もね、稼げる可能性がある。もうこれだけでですよ、トレードじゃなくてこの預け入れるだけで稼げる可能性がありますからね、そういったところはね、まあ、一つ、今後の運用方法の一つとして、ね、やっぱりこうちょっと手をねつけてみてもいいかなって思いますから、ぜひともぜひともね注目してみてください。よろしくお願いいたします。はい、で、バイビットさんのね、取引所の解説をしていらっしゃらない方は、この動画の説明欄の方にビットマン TV 専用のねバイビットさんの解説用リンクご用意しておりますので、ぜひともねそちらもご活用いただきたいなって思いますから、よろしくお願いいたします。はい、それでは次のニュースいきましょう。次はこちら。まあ、とにもかくにも、バイビットさんのね、リキッドステーキングトークン BB ソルのご案内でございました。まあ結構ね、APY も高いからね、多い枚数だからかなりソルを持っている方とかであれば、ねえ、だって、初めは1対1で交換できるんですよ。だから例えばソルを100枚集めたら、100枚の BB ソルがね、もらえる。で、言ってしまうとマイナスリリースっていうのはないから、どの道しっかり APY はついてきてね、まあ多分、その APY に関しては上下すると思うんだけれども、しっかりと APY、リリースがついてきて、その100ソルが 100BB ソルになって自分の手元に来るし、それを普通に持っておくだけでもいいしね。あとは、ちょっと時間を置いて、元々のね、元本であるソルの方に、まあレシート持ってますから、それを交換し直すよと、また元に戻しますよってなった時に、枚数多く返ってきますので、これはやっぱりね、どう考えたって、いいものかなってね、普通に思っておりますからね、ぜひともぜひともチャレンジしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次行きましょう。次はこちら、早く終わりますよ。マイクロストラテジー来ましたね。暗号通貨業界のほぼ巨人。はい。54億ドルでビットコインを追加購入ということで、もうえぐいっすね。もう本当に、どれぐらい54億ドルっていうことは、8000億円ぐらいか。8000億円から多分9000億円ぐらいのビットコインを追加購入していると。で、これいつのことなのかって言ったら、11月18日から、24日にかけて、だから1週間ぐらいか。1週間で、1ビットコインあたり平均97,862ドルの取得単価で、55,000ビットコインを購入したと。55,000ビットコインをそのうちの、ね、10% ぐらいくれませんかぐらいの勢いなんだけれども、それぐらいの購入枚数だと。で、この購入資金は最近実施された、株式および債券発行の収益からね、調達されたとされていると。で、一応、マイクロストラテジーの総保有量がもう、えぐいっすよ、これ。386,700ビットコインよ。で、今ね、皆さんご存知だと思うんだけれども、アメリカの方がね、これなんか、100万枚のビットコインを、今後何年かかけて、備蓄していくかもしれないみたいなことが、ちょっと巷で言われてるじゃないですか。100万枚のビットコインをね、アメリカの方が、政府として備蓄していく可能性があると。で、まあ、それにはまだ匹敵しないけれども、本当に匹敵しそうな勢いで、今、買い増し買い増しのね、方向に入っているので、これ価格がまだね、ビットコイン、今ちょっと落ちてきてますけど、落ちてくるんだったら多分これね、強気にまだまだ張っていくと思いますわ。で、100万枚やっぱりこれ目指してるんじゃないかなって思うところ。で、1ビットコインあたりの平均取得価格がかなり上がりましたね。この前も、ほら、マイクロストラテジーがビットコインを購入したって言ってた、ニュースで流しましたけれども、あの時の平均取得単価が4万9000ドルぐらいだったんですよ。で、今回はかなり高い金額で買ってるんで、一気に上がって5万6761ドルでね、平均取得単価がなったというところ。で、でもまあ、まだまだ安い方ですよね。昔からずっとね、買い集めを行っていたので、平均取得単価はまだ安いような状況。まあ、とにもかくにもね、マイクロストラテジー自体は、ビットコインが、まあ、てか、マイケル・セイラーさんが、ビットコインが1300万ドル。うん。20年後ぐらいだったかな。2040年、50年ぐらいだったと思うんだけれども、マイケル・セイラーさんね、このマイクロストラテジーの、まあ、一番偉い方がね、マイケル・セイラーさんという方が、今から2、30年後には、1ビットコインが1300万ドルに到達しているだろうというふうにね、予想している。100万ドルなんて余裕の通過点だぜぐらいの勢いでね、言いまくってる。100万ドルって今の価格で言うと1億5000万円ね。100
100万ドルいいですか、100万ドルなんて通過点だぜ、1300万ドルまで上がるぜ、よろしくみたいな感じでね思っているわけでございます。ですからもうとにもかくにも今、価格が上がっている10万ドルに行く、いやそんなもんマジで通過点、その10万ドルに行ったとしても、購入はやめねえぜぐらいの勢いでね、今拍車がかかっている状況でございますから、まあ、とにもかくにもマイケルストラテジーがさらにさらに保有量を増やしてね、もうすぐ40万枚のビットコインに到達しそうな勢いと、ここはね、注目をしておいてください、よろしくお願いいたします。まあね、でもね、今からほんと 2,30 年後にマイケル・セイラーさんが言うように1300万ドルとか1ビットコインがね、1300万ドルって言ったら今のだから日本円で言うとどれぐらい、20億円から多分30億円ぐらいってことでしょ、今の日本円で言うならば20億円ぐらいか、やばいでしょ。そうなっちゃったらこれマイケル、マイクロストラテジーってことで、マイクロストラテジーってどうなっちゃうのって、総資産、評価額がえぐい状況にね多分なると思うんだけれども、世界一のね、資産評価額企業にねやっぱりなっていくのかなという側面もある。これはね本当に、ね、期待をしたいというか気になるところでございましょうけれども、まあこういった形で、マイクロストラテジーがさらに追加購入したよというところでね認識しておいてください。はい、それではね本日のまあご案内関係は特になかったかな、BB ソルね、バイビットのリキッドステーキングトークの BB ソルの、まあ、ご案内と、あとは、マイクロストラテジーが、さらにさらに追加をしていったというご案内でございました。で、一旦ね時飛ばしをしてチャートを見ておきましょう。一旦時飛ばし、はい、それでは再開していきたいと思います。まずはビットコインですね、行きましょう。かなりね、価格が落ち込んできている、5% ぐらいのまあ調整のね、まあ普通に範囲内かなというのは思いますけれども、 5% ぐらいの、ね、下落を今かましているような状況を冷やしてみておきましょう。まあこれぐらいの調整だったらね、RSI 値が結構高いところ、売られすぎ買われすぎ指標の RSI 値がね結構高いところを推移していたので、ちょっと過熱感をね抑えるためにもまあいい調整なんじゃないかなって思うところでございますよ。これぐらいのね屈伸運動がないと次のね当然上昇の爆発力につながっていかない、やっぱり落ちてくるということは、逆に言うとですよ、上に上がってきた時のショート勢が、これまた昨日も言いましたけれども、ショートがね、溜まってくると思うんですよ。10万ドル付近でのやっぱり上がりきらなかったかというところで、まあ9万9000ドルから10万ドル付近でのショートの積み上げはこれまたね上がってきた時にこう溜まってくると思いますから、そういったところをまあ一つ燃料として、まあいわゆるショート勢の損切り関係をかまして一気に10万ドルブレイクっていうところがねやっぱり見えてくると思いますので、これぐらいの下落っていうのはかなり重要だし、あとは逆もしかりですよ、買いたかった税がね、落ちてきた時に、当然現物購入並びに先物関係のロングインというところをね考えていくでしょうから、下で、買う税が、より強固に支える、そして、上でショートで待ち構えている方々が上昇の燃料になるっていう、まあ、こういうね構図に当然こう後々はなってくるかなというのを思いますので、そういった意味も含めて相場が崩れる、だからこの上昇の勢いが崩れる下落幅っていうのは当然まずいと思うんだけれども、これぐらいの下落であれば全然許容のね範囲内としてはまあ当然考えられるかなという感じで、冷やしチャートを見ておくと今ね、右上がりでしっかりとしたサポートラインがね、まあ、作られていたわけでございますので、それこそこれも昨日言いましたけれども93,500ドルあたりね、このあたりが一つ買い支えがね入る候補の位置となるでしょうと。でもしこれを割れ込んでしまったら、今もうね割れ込んだ状況で、ちょうど9時ですから割れ込んだ状況で、冷やし確定をしてしまったわけでございますけれども、そうなるとこの一旦下ね89,000ドルあたり、89,000ドルから9万ドルあたりへの下落っていうのがちょっと今日も見られるかもしれませんから、まあ深めの調整という形でねここは意識しておきましょう。やっぱり短期的にこれぐらい力強くガンガン上がってきていたので、このね短期の移動平均線、青い移動平均線とね、やっぱり乖離もかなり激しく見られていたところだったので、そういった意味も含めてこの8万9000ドルから9万ドルワンタッチっていうところはあり得ますから、そこはね一つ意識しておきましょう。でもおそらく9万ドルぐらいまで落ちてきたらやっぱ切り板ですので、さっきも言ったように現物購入をしたかった方であるとか、先物関係のロング勢であるとかね、ああいった方々がちょっと勝負を仕掛けてくるような値打ちにはなりそうだなというところはね、ビットマン TV も思うところ。まあとにもかくにも昨日とね言ってることはあんまり変わらないかなと。今ちょっとサポートラインを失ってしまったので、8万9000ドルから9万ドルへの下落っていうのはね本日ちょっと注意をねしておきましょうということで、よろしくお願いいたします。もしこの8万9000あたりをちょっと割れ込んでしまうと、かなりのね大幅下落に見舞われる可能性があるんで、これ前も言いましたけれども、ここですよ、ここねビットコインの先物の方ね、先物の窓が全然まだガバ空き状態なんですよ。下が7万7000ドル、上が8万1000ドルで、これね、先物のね、CME の窓が開いてるので、ここをもしかしたら今回埋めに来る可能性もある。それぐらいの大幅下落をね、ちょっと今後起こしてくる場合もありますから、そこは注意しておきましょう。はい、こういった形。だから、8万9000ドルを明確に割れ込んでしまうと、さっき見た先物の窓を埋める感じで、7万7000ドルから8万1000ドルまでのグリーッとした下落がね、起こる可能性がありますから、そこは本当に注意。で、
ちょうど現物のチャートに関しても、日足のね、中期の移動平均、この黄色の移動平均線ですよ。中期の移動平均線が、ちょうど7万6千ドルあたりに待ち構えているんで、だからかなりの大幅調整が入るんだったら、そこまで、ちょっと許容しておかないといけないよねっていうふうにはね、思いますから、そこだけは再度ね、注意喚起させてください。だから、まあ、どうかね、先物関係でちょっと勝負したいなって思う方は、うん、9万3500ドルあたりは一つね、サポート候補でしたから、もしここで入れたんであれば、最終の、だからロングの積みは、8万9000ドルから9万ドルかな。ここが今の段階では下落の、ターゲット価格、焦点になるってなってくると思いますので、もしね、9万3500あたりでロングポジション取った方は、まあ、ちょっと逆張りになるからね、嫌かもしれませんけれども、まあ、8万9000から9万ドル、ここまで一つ見ておくべき。で、これ割れ込んじゃったら、8万9000ドルを割れ込んでしまったら、もうこれちょっと損切りをね、かましていくしかないかな。特に確定をさせていくんであればね、損切りをかましていくしかないかなというふうに思いますので、そこはね、一つ注意をしておいてください。よろしくお願いします。8万9000割れ込むと、7万7000ドルから8万1000ドル。だからさらに1万ドル下落ぐらい起こしてくる可能性がありますので、ここはね、注意しておきましょう。で、今のね、まあ、ビットコインのこの相場環境、一番喜んでるの、おそらく AN23 だと思いますけれども、AN23 がね、一番喜んでいるんじゃないかなと。顔出しなくて済んだみたいな感じでね、喜んでいるんじゃないかなと。でも、まあ、どの道ね、まあ、超えるでしょうから、そこはビットマン TV も思っているところ、どの道超えると思いますからね、ここは安心していきましょうと、まあ、安心していきましょうというか、期待感を持っていきましょうということでよろしくお願いします。やっぱり、長い時間ね、10万ドルなんちゅうのは、やっぱかなり期待をされていたラインなので、一発でするって抜けたらね、それ何のためにあった壁なのって思いますからね。だからこれぐらい、やっぱ苦労して、抜けた先にね、楽園が当然広がっていくでございましょうから、まあ、これぐらいの、下落ごときで、わー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 言っていたらね、暗号業界に振り回されてしまいますから、とにかく落ち着いて、先物関係もそうです。落ち着いていきましょうということでね、よろしくお願いいたします。まあ、一回ね、耐えてきてね、もう一回みんな上がってくれればね、いいんだけれども、ちょっと今日の動きもね、やっぱり注目かな。今日下落の方向に陰線が、今日さらに作られてくるんだったら、9万ドル付近までもしかしたら下落してくる可能性がありますから、ちょっと本日注意でよろしくお願いいたします。で、次はイーサリアム。ただいまの価格が3400ドルあたりをね、推移しているような状況で、ちょっとあれだね、ビットコインの下落が起こってるんだけれども、イーサリアム。あとは、結構主要なアルトコインって言っていいのかな、結構注目されているアルトコインはそこまで下落してきてないような気もするんですよ。で、特にリップルなんていうのもね、あまり影響が出てきていないような感じ。イーサリアムも同じです。はい。昨日とほぼ値打ちは変わらずに、昨日は、ビットコインと違って陽線でね、まあ、閉じていったような状況。だからまあ、依然としてまだね、3600ドルから3800ドルというラインを、まあ、ターゲット価格として、まあ、狙っていける位置にはいますよと。ただ、ビットコインがね、もしこの8万9000ドル、さっき見た短期の移動平均線ですよ。8万9000ドルを割り込むような動きが出てくると、当然ビットコイン、もう、まあ、大幅下落ね、大幅調整かましてくると思いますから、ほんと7万ドル台ぐらいまでもう一回戻ってくる可能性もありますので、そうなると、やっぱりね、アルトコイン関係も影響を間違いなく受けてくるかなっていうのを思いますから、ちょっと今はね、ロングポジション怖いかなと、どのアルトコインも下がってないとはいえ、怖いかなというふうに思いますので、ここは慎重に行きましょうと。だから、下から握っている方々は、まあ、どうかね、直近の安値値位置、特にこのちょっとダブルボトムチックなものが出て、できている、このネックラインの3200ドルあたり、これを割れ込んでしまうと、3200を割れ込むと、ダブルボトムチックなものがね、これ、もう一回、下に、割れ込んでしまいますから、ネックライン下に割れ込んでしまいますから、3200ドル割れ込むと、2850ドル付近までもう一回下落をね、してくる可能性がありますので、まあ短期でね、2860ドルを抜けて入った方々は、3200割れ込んでからね、まあ利益確定をちょっと考えていくべきかなと、前から持っている方は、ほら、3600から3800を目指して多分握っている方も多いんじゃないかなって思いますけれども、3200を割れ込んだらちょっとこう売りが加速してくる可能性もありますので、まあ、手締まいラインの一つとしてはね、下に落ちてきた際は、意識しておくべきかなって思いますので、そこはよろしくお願いいたします。で、まあ、これはもう前から言ってますけれども、まあ、広い時間軸においてはもう3800ドルを抜けていければ史上最高値の5000ドル付近を目指して上がってくるようなフェーズが来るでしょうから、もしこのまま落ち切らずに上に上がってくるんだったら3800ドルを明確に抜けていってから、ロングインっていうのがね、一つ戦略としてはありかなって思いますので、そこマスト押さえておきましょう。はい。で、次は、リップル。ただいまの価格が 1.424 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、今の段階で言うならば、まあ、3日連続でね、陰線をつけているような状況。ただ、一気に売り込みが入って、陰線で実態がめちゃめちゃ長いんじゃなくて、結構ヒゲのね、サイズ感が大きいので、かなりやっぱり市場がね、この今ぐらいの値打ち、だから 1.4 から 1.5 ドル付近で、かなり市場がね、悩んでいるような状況でしょう。売り買いがかなり拮抗しているような状況。だからこれは、まあ、今までのリップルの流れから考えていくならば、まあ、ぶっちゃけ話いい傾向ね。今までだったらもう売り一辺倒で、もう陰線つけ出したらガンガンガンみたいな感じだったんだけれども、それがなくなってきているので、やっぱりこれはね、
リップルにとってはかなりね、いい傾向だと思います。ただ、やっぱりこう、暗号業界のね、今ね、勢いがちょっとこう、ビットコイン、ヒットコインないので、だからそういったところも含めてね、上値を若干重くしているような側面もあるでしょう。で、直近のやっぱりこう、4時間の動きで言うならば、1.5 ドルかな ?1.5 ドル付近、直近の高値だから 1.53 とか、このあたりを実態として抜けていければね、当然またまた上値を追っていけるような状況になると思うんでございますけれども、今の段階で言うと、まあ、まとめておくとね、短期的にはサポートラインが今発生してきております。1.28 ドルあたり、1.3 ドル付近で、水平のサポートラインが発生してきているような状況。で、高値が切り下げているので、ディセンディングトライアングルフェーズにね、ちょっと移行しているような形。まあ、割れ込むと嫌なんだけれども、ディセトラを否定するような動きが入ってくれば、だからさっきも言ったようにね、直近の高値の 1.6 ドル付近を目指して再度上昇してこれるかなという感じがしますけれども、まあ、ここに関してはね、1.6 ドルを超えていった後の2ドルを超えていければ、まあ、当然またまた爆上げフェーズに3ドル目指してね、上がってくるような状況が出てくるでしょうけれども、やっぱり今週だよね。今週、なんとか、この2ドルというところ、まあ、1.9 ドル後半か、このあたりを、まあ、月足レベルで超えていくような動きが出てくれば、今月ね、出てくれば、これはもう来月12月っていうのはまた冒頭のね、月になる可能性が高いかなっていうのを思うんだけども、ちょっと今の雰囲気で言うと、上値が重いんでもたついている感もあるので、これを払拭するようなね、大きなニュースが流れ込んでくれば、だから、それこそさっき見た、現物 ETF かな申請があったというのがあったじゃないですか。あれの、ニュースがね、交換されるかも、いい形で捉えられるかもしれませんので、ちょっとそこにはね、期待感を込めていきましょうということでよろしくお願いいたします。直近は、サポートが 1.3 ドルで発生。上値を重くしていて右下がりですので、1.5 ドル付近を抜けていけば、力強さがね、戻ってくるかなって思いますので、そこも合わせて押さえておいてください。はい。あとは上から下にね、ぐーっと流し込んでいきますけれども、ファイルコイン見ておきましょう。ただいまの価格が 5.5 ドル付近を推移しているような状況でございます。で、この通貨に関してはね、長時間軸、いわゆる月足と週足結構見ておいた方がいいかなっていう感じ。月足の短期の移動平均が5ドル付近にいるんですよ。で、これは今の段階ではクリアしているのでいい感じ。で、あとは週足ですよね。これが 5.5 ドルで待ち構えていたので、この 5.5 ドル以上で、週足をね、確定してくれたんですよ。だから、結構ね、今週、このほら 5.5 ドルで実態粘り腰であるのは、それがね、まあ原因っていうか要因かなという感じもする。だからこの力を借りて、まあね、今ビットコインがあんまり調子良くないので、ちょっと売り込みがかかってるんだけれども、週足をなんとか 5.5 ドル以上で、さらにこう残してくれるような状況が出てくるんだったら、まあ言ってしまうとね、サポートとしては、この週足の中期の移動平均が、底堅さの印象が出てきて、また買いが買いを呼んでね、上への展開っていうのが待っているかなというふうに思いますので、ここは期待をしたいところ。月足でも、5ドルをなんとか耐え切って守り抜いてほしい。で、今の段階で言うならば、10ドルっていうところがね、一つターゲット価格にはなっておりますから、10ドルっていうところがターゲット価格にはなっておりますので、なんとかね、今の値位置で週足をね、とにかく、まあ、今週も来週もですけれども、残していってもらいたいなって思うところでございます。10ドルがね、今の感じではターゲット価格になっておりますから、ここはね、まあ、爆伸び、爆上げにね、期待をしていきたいところでございましょう。で、次は上から下に流し込んでいきますよ。サンドがね、めちゃめちゃ直近上がっているのかな?そうだね。メタバース系通貨のサンドボックスが、かなりね、上昇を今月は見しているような状況でございます。177% 上昇ということで、かなりね、いい形で価格を取り戻してきているような形かな。で、ちょっといびつだけれども、月足レベルで、まあ、かなりいびつだけれどもね、ダブルボトム形成に入っているので、そういったところを考えていくならば、0.8 ドル付近か、0.8 ドル以上で月足を確定させていくんであれば、かなりいい形でね、さらに続伸っていう目がまあ、これ出てくるんじゃないかなというところ、0.8 ドル以上で確定をさせてくるんだったら、その先の戻り高値の 1.5 ドルとかね、このあたりを目指して上がってくる可能性があるんじゃないかなというふうに思いますので、とにもかくにも、サンドボックスの重要ラインは 0.8 ドル以上での確定、その先の 1.5 ドルというところの上昇にはね、期待をしていきたいところです。で、次は上から下にね、流し込んでいきますけれども、まあ、何を見ていこうかなという形。直近ね、何かね、結構ビットマン TV も見ていたんだけれども、上から下ね、流し込んでいきますよ。気になるものがあるかなというところ。レオックスがね、かなりね、価格を下げ切っていたんだけれども、今なんとか、ちょっと取り戻してきているような状況かな。まあ、週足レベルで見てもはっきりわかるように、0.41 から 0.42 ドル付近か。0.42 ドル付近っていうのが結構今売り壁。まあ、レジスタンスラインとして。まあ、もともとこれはね、意識されて機能しているところなので、0.42 ドルあたりを実態として明確に抜けていけば、0.6 ドルを目指してね、さらに上がってこれる状況にはあるかなというところ。とにかくレオックスは 0.42 を超えていってからが重要なんだなというところは認識しておきましょう。で、あとはトークンファイ。はい。
RWAK2 がね、あ、ごめんなさい、ちょっとずれちゃいました。はい、こういった形。今が 0.057 ドル付近を推移しているような状況を、まあ、右下がりなんだけれども、週足の短期の移動平均線をサポートラインとしてね、転換させておりますから、これは一つね、週足レベルではいい状況でしょう。日足レベル落とし込んで見ておきましょう。日足でも、移動平均線がすべて下にね、待ち構えているような状況で、短期の移動平均線がこれもめちゃめちゃ綺麗にね、ゴールデンクロスしておりますから、まあ、この力を借りてね、上には上がってきてもらいたいんだけれども、ちょっと高値をね、切り下げているのが、ちょっと気になるところなんでございますけれども、こういった形か。あとは、サポートラインが、うん。まあ、作られていくような状況になるのかな、こういった感じでね。ってなると、ちょっと三角持ち合いフェーズに移行をしてきて、これを抜けていければ、はい、だからドルベースでいくと、0.06 ドルあたりを実態として明確に抜けていければ、その後の 0.084 ドルとかね、このあたりぐらいまで差し迫るような上昇が見ていける可能性がありますから、そこはね、期待をしたいところ。0.06 ドルあたりを抜けていけば、さらなる続伸にね、期待をしていきましょうと。で、あとは上から下に流し込んでいきますけれども、HX、ジュピターね。ジュピターもこれ見ておきましょう。毎回見ておりますけどね。ジュピター。ただいまが 1.07 ドル付近をね、推移しているような形で、3週連続で、まあ、まだ今週は確定してないんだけれども、今の段階で言うならば、3週連続で陰線をつけているような感じ。ただね、右下がりの元々レジスタンスラインとして機能をしていた、トレンドライン、右下がりの黒いライン、なだらかな黒いラインが、今、裏タッチでね、サポートラインとして転換しておりますので、まあ、これはいい状況かな。だから、上昇の平行チャンネルが今若干作られているので、1.3 ドルあたりを明確に抜けていければね、史上最高値の 1.8 ドル、ここを目指して上がってこれるような状況になるでしょうから、そこはね、期待をしていきたいところでございましょう。で、あとは、上から下に、アゼロもね、かなり上がってきてるね。うん。そうね。ただいまが 0.4 ドル付近を推移しているような形。週足レベル、あ、ごめんなさい。日足でマックD線が右上がりでゼロラインをね、今一番下のグラフですよ。ゼロラインを突破してきているので、強気相場継続中よというサイン。で、あとは、各移動平均線も全部ね、上にブレイクしておりますから、ここはいい形。日足の雲の上にも乗っかっておりますので、特に日足関係ではね、まあ、邪魔になるようなものがないと。で、長い時間軸における、週足の短期の移動平均が結構ね、レジスタンスラインとして目立って意識されているかなと思いますので、今週だね。今週、この週足の移動平均線上を、だからドルベースで行くならば、0.4 ドル以上、0.4 ドル以上で、週足を確定してくれるような動きが出てくるんだったら、これ上にね、かなり開けてくるゾーンがありますから、0.7 ドル付近までの続伸っていうのがね、これ期待が持てるんじゃないかなというふうに思いますので、そこはね、見ておきましょう。で、MACD 線もね、今、右上がりで頑張ってね、ぐんぐん上がってきておりますから、それこそさっきから言ってるように 0.4 ドルを抜けた状況で週足を確定してくれるんであれば、うん、一時のね、この嫌な下落の流れがちょっと収まってね、上の展開に持ち上がってくる可能性がありますので、そこはね、意識としては注目しておきましょう。はい、それぐらいにしておきましょうかね、それぐらいにしておきましょう。はい、それではね、本日の配信は以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。じゃあ